はい、どうもこんにちは、ゴールドです。ですね、今回はね、前回の動画でこんなコメント来てました。イニシャル D の仕様の車ありますかと。で、ゴールド何でも知ってるわけじゃないんですけど、ゴールドが答えられる範囲で、答えさせていただくのと、今回は、初心者必見、パトカーの作り方を紹介しておきます。で、このカローラレヴィンはイニシャル D にも出てくると思うんですけど、これも86ですよね。GT スポーツ行ってスタイルを開く、コンテンツでこれ検索したらもう絶対イニシャル D の出てくると思うよ。ほらね、すぐ出てくる。もう一番上がイニシャル D。みんなイニシャル D っていうタイトルつけてるね。こういう風にいっぱい出てきます。多分これがいや、これ面白いね。 AE85 かっこ中身は86やって、85レビンを再現してるんかな。じゃあこれを試しに一番上の人のこの日本の人が作ったやつをちょっとチョイスしてみようかな。お金取られるんかな。140万も取られる。スタイル適用しようか。 OK。 コメントの中で、FD とかもありますかって言ってて、 FD あったかなと思って調べてて、ちょっとねわからないんですけど、多分ねあると思うんですよね。ショーケースで多分いろんな種類確認できるんで、ここで確認します。ショーケースの中のコンテンツ検索、86って入れてみようかな。86って入れてみたら、レビンしか出てこないね。藤原豆腐店って書いてるレビンもあるね。トレノはないね。でも、ツイッターやったかな、あ違う、ゲームウィズかなんかで、画像出すんやけど、86が、出るみたい。何やったかな、確かスプリンタートレの AE86 周一シゲのバージョンっていうのが、追加されるっていう情報だけ はあって、本当に追加されるのか知らへんねんけど、まあ、ゲームサイトにもそのちょっと画像っぽいのが載ってたんで、それを見る限り、あ、将来的には追加されるんかなと思って、やっぱ人気の車やから、まあ、そこはちょっと出してほしいですよね。楽しみに待ってますと。コメント欄でいただいてたのは、マツダの FD サバンナ、これこれちゃう？ん？違うわ。これ RX7。あ、FC って書いてあるな。この人が作った見ると、レッドサンズっていうの作ってるね。一応 FC3S って書いてあるな。ファーストステージって書いてある。うん。作ってくれてる人がいるんで、自分の車ワイドカーにしたらこれはコピーできるんかな。うん、あ、この上の人も高橋涼介バージョンって書いてあるわ。だからこの車あるんやね、使えるっていうことですね。はい、まあ、この動画FD とかイニシャル D の車使えるよっていうのだけやったらちょっとしょうもないんで、もう一個、もし初心者の人で、あ、こんな車も使えて走れるんやってあったら面白いと思うのが、パトカーですね。このクラウン、もう完全にこの車はね、パトカー作ってくれっていうための車ですね。これどこにあるのかって言ったら、このブランドセルセントラル、この中のトヨタっていうところで販売してます。はい、それを買ったら GT オート行きましょう。 GT オートでカスタマイズ選択、作るって言ったけど、もうこれ絶対作ってくれてる人いるんですよ。スタイルを開く、
一から作らんくでもね、これ絶対作ってくれてる人いるんですよね。これコンテンツ検索何も地上げのほらいっぱい警視庁第一交通機動隊2号車1号車どこあんねん、これ2号車ねって書いてあるけど、まあ、警察のパトカー、まあ、ちょっとずつデカールの配置とか文字の大きさとかポリスの字のね大きさとかちょっと変わったりするよね。板車っぽいのもあるけど、この車で検索したら、あ、これめっちゃおもろい、ネクスク東にもあダウンロードしてしまったあ、ちょっと待って、ネクスコ東日本の車がよくできてるすげえすごいわこれ面白い。で今回はパトカーを一応ここ一番端っこに高そうやな、無料交換できる、やったー。じゃあ無料交換ができるので、これにスタイル適用させてもらいます。すげえなこれ、パトカーですね、プレビュー。あ、これサムネイルに使おうかな。今回もこのパトカーだけやったらちょっと面白くないんで、さっきのところの公開されているところには多分なかったと思うんですけど、世の中にはなんかね面白い車あって、消防庁の車、消防局の車もあるんですよね、このクラウンで。実際にある車を、作って公開だけしとこうかなと思います。はい。はい、それでは、消防庁の車作ります。まず、これ、まあ、売ってる状態の、クラウンなんですけど、まずレースオプション。レースオプションでこのライトカバーっていうところを選択すると、右から2つ目のねライトカバーっていうのを選択するとタイプ A が青でタイプ B が赤に変わるんですよ。こういうふうにそういう仕様になってるんで、まあ、赤のパトライトに変更したらあとは警察車両も作れるし、ゴールドがやろうとしてる消防庁の車ね、指揮車っていうみたいやけど、それも作れると。ボディオールペイントします。消防庁なんでこの赤色、はい、できましたできました、もうできましたか簡単、もう簡単すぎて怒られるわこれほんま。あ、これクラウンのマーク金色がいいな、ないから金色っぽい感じで、あ、これでいいか、あ、これでいいか、これで雰囲気だけで、ちょっともうこれだけやったら怒られんな。あれをつけよう。デカール。デカールで、ボディ、レイヤーの追加。お気に入り。あ、じゃあコレクションにいっぱいね、面白いの見つけてきてしまってるんよ。楽天とかね、警視庁とかアマゾンとかね、これ彦根ね、彦根市の。でこの中にあるこれ見っけてん、消防車や緊急車両にしようっていうね、これをこの辺に配置したらかっこいいんじゃない。ここにちょっとつけとこうか、色はさっきと同じ黄色にしとこうね。 OK、 はい、できました。はい、これで、消防庁の、車両が仕上がりました。これね、オンラインで、公開しときます。タイトルというか、タグ、ポリスにしとこうかな。パトカーの中に消防局の、車入れとったっていいよね。はい、アップロードできたみたいです。検索したら、パトカーの中に1台だけゴールドが作った消防局指揮車両あるんで、はい、ぜひ使ってやってください。赤やか、1個だけ赤やか目立つわ。
今回いかがだったでしょうか。またね、次回も面白い何かが投稿できたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。